山梨県庁舎とは、山梨県甲府市丸の内にある、広域自治体たる山梨県の本庁舎である。甲府城の西側、平和通りの東側に所在する。中心に本館と別館、議事堂があり、それを覆う形で、北別館、西別館、防災新館がある。かつては南側に第一南別館と第二南別館が県道甲府山梨線を隔てて、 東別館が存在したが、県庁整備による新館建設に伴い2009年12月より順次閉鎖された。県庁舎内に山梨県警察本部があり、旧館や議事堂地会、北別館などに分散していたが、防災新館春光とともに、当建物へ集約されている。所在する甲府市丸の内一丁目は、甲府城内堀で威嚇された内城区域にあたり、 所在地は、上域南西の楽屋グルワに否定される。北側には、屋形ぐる北東側には、本丸、二の丸が所在する。楽屋グルワは東西、南側を内堀に隠され、車には、書院や、長屋、縄文などの諸施設が存在していた。南の県庁前スクランブル交差点付近には、楽屋グルワから二の堀で威嚇された、武家地に通じる、お手門が存在し、お手工事には、 甲府金盤を追って役宅や金盤紙屋敷、学問所である、起点館などが所在していた。また、東側にも、武家地に通じる、柳門が所在していた。明治初期には、内堀、二の堀が埋め立てられ観光庁用地として開発され、内城区域も本丸付近を除いて学屋ぐるわを、はじめや片ぐるわ、清水ぐるわ付近は開発され、県庁や甲府駅を、 はじめ諸施設が立ち並んでいる。それまで使用されてきた本館は増築などを実施したものの手狭になったため、新たに本館を建設することになり、1963年に旧本館に隣接する形で、地上8階地下1階建て、延べ床面積1414平方メートルの庁舎として竣工した本庁舎としては3代目となる。設計は、 地元山梨出身で、東京タワーや早稲田大学、大熊高堂などを手掛けた内藤太中と、棒に森や本館や内藤とともに、山梨県民会館などを手掛けた明石の道。40年以上経った現在も山梨県の中枢施設として機能している。建物内は3階に、知事室をはじめとする知事関係部署があるほか、1階に、総合案内と記者クラブ。 地下1階に食堂、4階以上に山梨県庁の各部署が入居している。調査により耐震性に問題があったため2002年に免震工事を実施し、現在は東海地震などの災害にも耐えうるようになっている。詳細は山梨県庁社別館及び県議会議事堂参照山梨県庁社別館1930年に、 地上3階建ての2代目本庁舎として竣工、1953年に増築工事を実施し、地上4階建て、延べ床面積6589平方メートルになったもののそれでも手狭になったため、1963年に県庁の主要機能を新本館に移転し、旧本館は別館に名称を変更した。築70年以上が経過し、雨漏りなど老朽化が進行しているが、 歴史的価値のある建造物であることから解体せずに整備を実施。2015年4月2日に2階に山梨近代人物館が開館。山梨近代人物館は導入展示室とテーマに沿った9人の人物や山梨県近代化の象徴である中央線、笹子トンネルの歴史を紹介する人物紹介室、情報展示室で構成されている。情報展示室の奥には 旧知事室、県政歴史展示室があり、旧知事室は創建当時、昭和初期の知事室の内装を再現している。県政歴史展示室は、昭和初期の知事応接室で、山梨県政の歴史をモニターで紹介している。3階は、県庁内において行事が行われた成長で、同じく創建当時の姿に復元されている。詳細は、山梨県庁社別館及び、 県議会議事堂を参照山梨県議会議事堂を1928年に地上2階地下1階建て、延べ床面積4167平方メートルの2代目、山梨県議会議事堂として竣工し、別館同様地区70年以上が経過している。歴史的価値のある建造物であることから、建て替えはせずに改修工事が実施され、2012年2月に完了した。 山梨県庁舎北別館1968年に地上4階地下1階建て、延べ床面積5899平方メートルの建物として竣工。当初より県庁機能として建てられたこと、また防災新館竣工前は防災管理機能を担っていたことから1996年に本館などの各施設よりいち早く耐震化工事が実施されている。 外壁は灰色であったが、別館及び議事堂の階層に合わせ塗り替えられている。2013年に竣工した県庁舎の施設としては一番新しい施設。山梨県警察や山梨県教育委員会、消防防災課などの災害対策関連の施設が入る他一階は山梨プラザとして、かつての山梨県民情報プラザの機能を引き継ぎ、県内で加工された。 宝石美術館や土産物と地元の料理を提供するオープンカフェ、さらに大型スクリーンを設置して、新元光祭りやバンフォーレ甲府などのパブリックビューイングが開催できる吹き抜け構造となっている。1877年春工の初代県庁舎1930年に図書館として春工された第一南北館2000年に、 民間のビルを買収し使用された東別館1877年に2階建ての藤村式建築として開庁した老朽化のため1930年に2代目庁舎が新築されると解体され現存しない1887年街道の2階建て西洋式建築物である山梨県議会はこれまで一連寺や起点館などを仮議場として開催されてきたが 藤村志郎が議事堂建築を唱え、建設された。1930年に、現議事堂が竣工すると、西山梨郡相川村に移設され、相川村役場として使用された。1937年甲府市へ編入後も甲府市、役所相川出張所となり、昭和30年頃まで使用されていた。山梨県出身の実業家であり、政治家でもあった。 根塚一郎の寄付により1930年に地上2階建て、延べ床面積936平方メートルの建物として竣工。当初は山梨県立図書館であったが1970年に丸の内2丁目に移転したため、県庁舎の施設の施設として利用されていた。歴史的価値があるため保存も検討されたが、耐震性の問題により最終的に解体された。 1971年に国際工業ビルとして地上4階地下1階建て、延べ床面積2425平方メートルの建物が竣工した。国際工業時代は店舗や映画館が入居していたが、2001年に本館の耐震工事などに関連し、山梨県が国際工業より当ビルを買収、改修の上で使用していた。 1966年に山並信用組合の店舗として地上を6階地下1階建て、延べ床面積2228平方メートルの建物として竣工した2000年に本館耐進化工事に関連する代替施設として、当建物が買収され、東別館として使用されている。元々が民間の建物であることや地区30年以上が、 経過していること、さらに南側から見て、甲府城が見えづらくなっていることなどから解体の対象とされ、県防最新館完成及び正式開館後の2013年、秋頃より解体工事が着手され、跡地は公用車用駐車場となっている。当初は民間のビルだったものを県庁整備に関連し、買収し、2009年12月より第一南別館及び、 第二南別館に入居してきた部署が移転、使用していた。県庁整備に伴う一時的な庁舎であり、別館改修が完了した2015年3月をもって閉鎖、解体され、跡地はオープンガーデンの一部となっている。山梨県庁舎の建物はいずれも年数が経過していることからたびたび建て替えや改修の構想が上がり、当初上がった計画は本館を含めた建て替え及び、 現在地から移転であり、1996年には、懇段階からの提言があったものの移転については、商店街の反対により、頓挫。現在地の建て替えも、財政悪化を理由に1997年に、凍結された。その後本館は、免震工事を含めた改修で対応することになり、上記庁舎一覧でも記述された通り2002年に、完了している、2001年に、 県庁舎周辺整備構想として、県企画部より再度提案された。構想案は3つの案が提示され、いずれも、免震工事が決定していた本館と、歴史的構造物の旧館及び議事堂を除く、庁舎を解体し、1から2棟の新庁舎を建設する形となっている。その後調整が進められ、2009年に、県庁舎耐震化と整備基本計画として、 建物の詳細が発表された。また、老朽化が進行している、第二南別館と東別館、近隣にある関連施設の山梨県民会館と山梨県民情報プラザを解体の対象とし、慢性的な駐車場不足を解消するため、防災新館の誓いをはじめ解体建物、施設の跡地を駐車場としている。同時に別館及び、県議会議児童の改修も実施する。 建設費は当初200億円と見込まれていたが、PFI 方式を取り入れたことなどにより2010年7月に清水建設を主体とするグループが約130億円で落札した。この時蒸気詳細が変更され、常実の規模となっている。工事は2011年より開始され、山梨県民情報プラザ及び第二南北間の建物を解体の上建設が行われ、 2013年11月に共用を開始したオープンガーデン加護の敷地内庭やベンチなどが整備され時間内であれば敷地内に立ち入ることができる防災新館の設置や別館整備と並行し県庁本館前の噴水広場や県議会議事堂南側の白鵬の庭、河出の庭を整備し2016年より4月から12月の午前9時から午後9時までの 間、オープンガーデン山梨都市一般への無料開放を行っている。また、午後6時から午後9時にかけて、別館と議事堂のライトアップも行っている。一般開放の実施以降県庁周辺に野良猫が集まるようになり、来訪者から人気を集めている一方で、近隣商店街から苦情が相次いでいる。県は餌を与えないよう呼びかけているほか、 捕獲し去勢手術を施すなどの対策を行っている JR 中央本線、みの線甲府駅南口より徒歩5分山梨交通、山港タウンコーチ富士急山梨バスで県庁前または県会域自動バス停下車中央自動車道甲府省ワインターチェンジより車で約15分かつて存在した施設松本光樹近代人物館 会館境県庁別館2階に、毎日新聞山梨近代人物館ホームページ、山梨近代人物館学術文化財化、EE 教育山梨2017年6ナンバー259、山梨県指定文化財としての県庁別館、2017年7月23日閲覧、山梨県県庁舎周辺整備構想案、アーカイブド2006年12月15日、 アットザウェイバックマシン2009年2月13日読売新聞記事2010年7月7日読売新聞記事県庁オープンガーデン山梨8日から一般開放山梨県庁が猫の新名所に猫ファン VS 近隣住民知事は強制表明のら猫新たに4匹手術済み12匹は県庁内に戻すありがとうございます